勝手に大河紀行。こたびは大河ドラマで家康公の今川離反を促した寺島進殿演じる水野信元ら水野家についてでござる。愛知県知多郡東浦町にあった小川城、そして刈谷市にあった刈谷城を拠点としておった水野家。信元の父忠政殿までは今川方でござったが、信元の代で織田家に願い、家康公と信長公の清須同盟を取り持つ役割を果たした。ちなみに刈谷市の両権寺にはこの信元の墓がござる。大河ドラマで描かれるかは分からぬが、この信元の壮絶な最後、ぜひ注目してみてほしいものじゃ。さらに江戸時代憲法の改革を行った水野忠邦はこの水野家の末裔でござる。こたびはこれまで。徳川家康、さらば。